お前今いくつだ。まだ中学生じゃないのか。学校どうなってるんだ。義務教育だろう。はいはい、そうですよ。うるさいな。頭中。なんで学校に行かなきゃいけないんだ。明るくて素直で賢くて、そんな子だけがいい子なのか。誰がそんなこと決めたんだ。台所行ってな、包丁持ってこい。何すんの。腹かけて死ぬぞ。あんこ、尊厳なコツ考えちゃったと、おばさんち行っても気づかなかった。兄ちゃん、15歳か。ねえな。自分だって子供の頃はおむつしてたんだろう。あのおじいさんに抱っこされて大きくなったんだろう。大人のくせにそんなことがわからないのか。